今日、IEM が地球のいろんな問題を解決して、いるんだということを私は言ってるわけで、このことについて、これからのパワーポイントを中心に説明をいたします。やっぱり地球がですね、問題、自滅してしまうといろいろ言われていますが、一番目が 人口増大、それから旧来の農法による、土壌汚染とか砂漠化、まあそういう自己矛盾が出てきてですね、食料不足になるというのが、まず第一番目に上がってきます。で、第二番目は、この温暖化による気象変動。これは実際は温度が上がったから今のような大きなひどい気象変動が起こってるわけではなくてですね、今起こってるいろんな、なんて言っていますかね、気象変動っていうのは、電気を使いすぎてですね、このプラス極とマイナス極との極端な運動の変化が、集まってできてるわけで。ですから、想像でするような、水を集めて雨を降らすという、こういうことなんです。温度が上がっただけでは、こんなことは起こらないんですね。で、この辺も電気を使いすぎているというところに問題があるということを、認識してほしいんです。それから、どんどん3番目、資源が、枯渇して、でもこれについてはですね、代替技術もかなり進んでいますから、なんとかなるんではないかと思うんです。で、4番目は、こう未知のウイルス、今のコロナもそうなんですけれども、ちょっと医学がどんどん進んでいくと、難病が増えているような、こういう難病の増大をどうするんだ、これは実際は地球の汚染から来ているわけなんです。で、最後は、こう、人間の利ですね。今の我々の、いろんな基準がですね、損得か勝ち負けっていうのがベースにあって、で、そういうことをずっと続けていくとですね、必ず、最後も、一人勝ちみたいな世界にたどり着くわけでしょうけれども、ここへ行く間にみんな滅んでしまうという、可能性もあるわけですから、この5つのシナリオをどう、こう答えを出すかということなんですが、次お願いします。実はこの今の中で一番厄介なのはやっぱり食料とか農業、それから環境ですね、医療、健康という一番生きていくための、この大事なところから固めていかなきゃいかない。で、EM 技術はもう今、これにも出てるようにですね、これが使えないようなことはないんですね。まあ、最近計画しているクリーニングにこれを応用していくと、洗濯をしていくと、服も良くなる、着心地もいい、健康にもいい、そして洗剤も、50分の1ぐらいでいい。で、おまけにこれでずっと水を流していくと、排水溝や川や海がみんなきれいになっていくという、これも実際は微生物と波動の関係なんですね。で、こういうことも分かってきて、今、どんな汚水とかですね、廃棄物も全部、この EM の力で処理をして、価値の高い資源に循環させるという方向に、研究が進んでいて、まあ、いろんなところで、実証証明が、出てきました。次お願いします。それで EM のこの不思議なポイントは何かというとですね、まずは抗酸化作用なんですね。酸化をさせない。あるいは酸化したものを元へ戻してしまうという、この抗酸化作用。それから2番目が非イオン化作用。電気を帯びているものを、この電気が、
その機能しないと言いますか、有害な反応が起こらない。それから3番目は、こう有害な、例えば電磁波とかですね、いろんな有害なエネルギーがあります。ありますけれども、これを清流、流れを変えてですね、無害化してしまう。ですから放射能なんかも無害化して最後は消えてしまうんですね。原子転換的なことも分かって、これはもう国際学会でも発表して、AM が放射能を消す、あるいは吸収を抑制するということはもう、世界の国際会議でも取り上げられ、国際誌にも載って、これは正しいということに、なっているんです。ですから、それをもう一つ、踏み込んでみるとですね、この量子力学的重ね効果、要するに、これは、なんて言ったらいいですかね、エンタングルメントっていう、お祈りの時に相手にこうつないでお祈りをするわけですが、これは、エンタングルメント、要するに量子もつれですね。こうつないだものにエネルギーを入れる。これを量子なりコーヒレントと言いますが、これをやるためには何度も何度も繰り返し繰り返し、そういう重ねる、エネルギーを重ねることをしないとダメなんですね。ですから、お祈りも1回2回でなくて何度も何度も重ねていくとパワーがあるし、1人じゃなくて数が増えれば増えるほど、こういう現象、エンタングルメント、コーヒレントのパワーがアップする。で、これがずっと時間をかけてやっていくと、最後は現実になるというですね、こういうことなんですね。で、こういうことを今整理して、まあ、東折りっていうのを出しているんですが、今日は複雑になるんで、ここはちょっと省いて、まあ、こういう背景が EM にはあって、すべてのものにこう波動的に働きかけているという理解をしたらいいと思います。次お願いします。それで、まあ、一番目のこの人口増大とかですね、森林破壊、略奪的農法砂漠化、こういった問題についてはですね、今、まあ、世界中肥料が足りないとか高いとか言っていますけれども、これはすべてですね、汚染を放出して生産をして、消費をして、また汚染を放出すると、こういうことなんです。しかし、微生物の側からすれば、すべての汚染も資源なんでですね、これをさっき話したような EM の力を、機能よく循環させるとですね、この有機廃棄物、また、あるいは無機の廃棄物もそうなんですが、それを無害化して資源化することが、可能だ。それから農業の中ではですね、これを炭化技術によって、農地を飛躍的な生産体制に変えられる。要するにブラジルで発見されたですね、テラプラタノバカという、要するに木炭の力を借りてですね、周囲のエネルギーを取り込んで、そうすると従来の、化学肥料や農薬を全くいらない、しかも生産性の高い農業ができるということなんですけれども、EM を使い、ちょっとこう木炭で結界を作ってですね、こう有機物、いろんな廃棄物、糞尿も何でもいいんですけど、それを EM でどんどん、要するに菌体が肥料になるぐらい密度を多くして、それを農地にやると、このテラプラタノバをはるかに上回る結果が出るんで、まあ、これも非常に単純にできますので、その有機汚染すべてをですね、最良の農業生産資材、あるいはまたそれをそのまま川や海に使った場合には、環境浄化資材として機能するということで、今、このことを、まあ、
の可能の限り世界中を広げようということをしている。次お願い。で、これはですね、この EM 栽培の材料っていうのは、これはもう栄養学的に、この食品を食べておけば病気にならないというくらい、すごいことなんでですね。で、これをずっとチェックしていくとですね、農業の中では、この有機いい微生物の密度がどれだけ、土の中にいるかっていうのが、最近はいい農業の原則的なチェックの方法になっています。ですから今、日本を含めですね、世界中でこの土壌中の微生物の数をやるとですね、EM 栽培のところはもう、スイスでもそうですけど、今の日本農業大賞もそうですが、すべてが、こう増えて、健全化しているということが、もうはっきりしてきた。次はね。ですから、この EM っていうのは、一回使おうとか、そんな話じゃないんですね。ずっとずっと生活習慣的に、システム的に、ずっと使い続けていくとですね、この自然界にある悪い微生物の機能は下がって、いい微生物だけがどんどん発展するようになる。で、これをやっていくと、土壌の保全もそうですけど、雨水を浸透させて、地下水もたくさん豊かになるように、それから土壌の流亡防止もと。もういろんなことができて、このことをやっているとですね、自然生態系も、回復して、河川や海も豊かになる。これはもうタイなんかでもそういう事例がたくさん出てきましたし、まあ、ブラジルでも大規模にですね、そういう成果が上がってきてるんです。で、同時に空気もきれいにして、まあ、有害なものはない、有用なものに変わるわけですから、生物多様性を豊かにするという。これを世界規模で EM が広がっているというのはですね、こういういろんな多様な働きが、働きの結果だというふうに判断をしています。次お願いします。それから資源についてはですね、EM のさっきの技術を使いますと、例えば建築物にこれを使うとですね、コンクリートが1000年ぐらいは持つんですね。これもデータも全部ある。で、マレーシアには、1350戸の住宅が一つの、なんですかね。大きな団地として作られていますし、それが車でもですね、このエネルギーの活用をずっと考えると、今も車ほとんどが半導体になっています。ですから、この半導体の機能を安定化して向上させると、車は故障もしないし、すごい能率よくなるんですが、サビもしなくなるんですね。そうすると、100年、1000年住宅、100年乗る自動車みたいな、こういう資源の無駄遣いもしないということも分かってですね、これは全部量子的な波動なんです。要するに、江本さんが提案しているこの波動が基本的には応用されていると、こう理解していいんです。次お願いします。それからもう一つは、今のコロナを含めて未知のウイルス。まあ、いろんな難病があるんですけれども、実際上はこのワクチンというのはちょっと、くせ者でですね、本当にいいかどうかっていうのは、まあ、私は全く信用してない。っていうのは、何回も打ち続けるということ自体が問題なんでですね。ですから、これにはもう自然免疫力、自分の免疫力を高める以外には対策はない。
で、この中で一番はっきりしてるのは、リポポリサッカロイドというですね、LPS という、こういう微生物が作る、簡単に言うと、グラム陰性菌の細胞壁が分解したものなんですけれども、これは、パントニア菌っていう菌なんかは、EM と一緒に、漬物なんかと取り込みますと、お腹の中でリポポリサッカロイドを作るんですね。要するに免疫を強化する。しかもこの LPS というのはもう万能的な免疫力の増強があって、これをいろいろ説明してもすぐにストップかかるんですね。コロナに関してこれを喋ると、もう本もたくさん出てるのにですね、発信できないような変な国になってるんですが、これは EM で果物とか果物の皮を発酵させてピューレを作って、そしてそれにちゃんとお砂糖も入れて美味しく食べるっていう方法で、免疫力を上げることが可能なんですね。ですからこの基礎をきちっとしておれば、この未知のウイルスや難病対策は十分に解決できると思う。次は、ね。それで、今はもう、このメタゲノム分析法が、すごく、機能よく、しかも早く分かるようになったんですね。そうすると、こう人間の体の90%が微生物で、しかもこの DNA で見たら人体のオリジナルは180分の1しかない。要するに自分っていうのは180分の1で、あとは全部微生物、他の微生物なんですね。で、アメリカではもう最新の医療の中にですね、この健康な人の糞便を病気の人に移植するという、これはもうすごい成果なんですが、そうなると医学の敗北みたいで、表には出さないんです。で、これはですね、健康な糞便のこのうんちは、最初は1000ドルぐらいだったのが、今はもう1万ドルぐらいとかですね、いろんなことになってきたんですが、最近はその菌の組み合わせで、それをきちっとろ過して、これを培養してという、こういう方向に進んでいます。でも、やっぱり微生物が全てをこう制御してる。この微生物のあり方で全て決まるということなんですね。次お願いします。で、このポリサッカロイドっていうのはもう、こんな、リポポリサッカロイド、そうなんですよ。まあ、本にも出ているし、それからの EM の農産物でやると、これがもう飛び抜けて増えるということも分かっているんですね。で、同時に、LPS が多いところは、環境も浄化されるという、こういう 特徴もあるんです。次お願いします。ですから、まあ、こういうようなことを考えて、今、新しいチャレンジをいろいろやってるわけですが、これは放射能とか電磁を含めてですね、見えない汚染も、現実にある廃棄物の汚染もですね、これも全部資源化して、すべての不足の問題を解決しよう。それで、この天の理という考え方なんですが、これはまあ、すべての存在や現象に意義を与え、その存在意義を与えて、その意図に対してエネルギーを付与して、慈しみ育む存在。これはまあ、江本さんがいつも言ってるですね、愛と、意識のこのレベルなんですね。で、これはまあ、愛と意識っていうのは、その愛の考え方と、祈りの意識の集約の仕方。こう
ったことをですね、重ねていくと、だんだんその方向に流れが、その集約し始めるんですね。ですから、山さんはもう愛っていうことを大前提にして、そして結局はですね、これは、世界のこの、水祭りでも目指しているように、こうみんなで祈って水をきれいにしていこうといったときに、これ水が汚れとかいろんなものをこう掴んでるんですが、そういうエネルギーがいくと、その汚れを全部外してですね、無害化して、ザーッとこう、汚れが沈殿していくんです。まあ、この現象は、実際はいつも汚い水のところできれいになってくださいって毎日お祈りしながら観察すると、誰でもわかることなんですが、みんなはそこまで消さないんですね。私はまあ毎日いろんな実験をしてますから、本当に汚いドブに溜まったようなこの水も、毎日きれいになってください、きれいになってくださいって言って、声をかけていくと本当にきれいになるんですね。ですから、そういう意味で、この江本さんが提案された本質的なことを、みんながもっと深く理解をするべきだろう、まあ、こう考えているんです。それで、まあ、最終的には SDGs という考え方、これは国同士がみんな話し合って、社会中を誰一人残らずみんなハッピーにしようということなんですが、まあ日本は真面目に取り組んでいます。よその国はまだそこまで行ってないんですが、次お願いします。で、この SDGs にやらせるにはですね、今のレベルではダメなんですよ。もう、有害な電磁波対策、これも SDGs には入ってないですね。それから放射能対策とか、こういう無理だと皆さん思っているんです。ですけど、この我々が作った有害な材料、物質をですね、もう空気や水のごとくも地球全体で徹底すれば解決するということが、我々としては確信を持ってますので、今度はこれを世界規模でこの活動を展開しようということで、ユニバーサルビレッジ国際会議。これは、MIT、マサチューセッツ工科大学がベースにしてできた学会なんですが、EM は最初からこの学会に、参加して、で、最後はもう EM のセッションができたという。でも、手破綻者のマサキ先生は亡くなってしまったんで、これを今度は我々が引き受けて、正木先生を記念してですね、ユニバーサルビレッジ EM 国際会議っていうのを今年11月から沖縄で始めました。で、これはもういろんな国家プロジェクトもありますので、場合によったら国内にいる各国の大使、関連のある大使を招待してですね、この EM の、成果を、実行していこうと、今、そういう準備を、着々進めているところです。で、まあ、この量子の世界っていうのは、山さんがずっとお話ししてるように、ある意味で、想念、要するに祈りによってですね、これを重ねてパワー化できるという、ここのところが出るとですね、ブラック博士とかいろんな人たちのすごい研究はあるんですが、私はあれをもう一つ上に重ねて、もう一押しあるというふうに見ているんですね。で、今まで出てきた研究で、江本さんの、いろいろやってきた
したことが片付くかって言ったら、そんな話じゃなくて、それはね、先に、要するに、祈りのところまで行かないと、この祈りによって水の状態みんな変わるわけですから、これからの課題がそこにあると思うんです。ですから、この世界水祭りですね、そういったことも理解して、それから、このいい微生物ですね、いいような微生物に、江本さんが言ってるような、この思いを乗せて、お願いしますというと、本当に水がきれいになるんですね。ですから、そういう意味で、EM を活用しながらですね、地球がきれいになるようにとか、みんなが健康になるようにと思いながら、この大和流の、量子重ね効果をですね、アップして、まあ、これこそが愛の根源だと僕は 思っているんです。次お願いします。はい。で、まあ、こういうことをやるためにですね、まあ、いろんなチャレンジは、してるんです。沖縄では今、この清流でですね、東西350キロ、南北550キロぐらいの大きな決壊ドーム、要するに高圧線で全部決壊ができていて、で、この範囲は雨が降っても御神水みたいになるから、建物も車も雨降るとピカピカにきれいになるんですね。それからその範囲は、紫外線がですね、赤外線に変換されるんで、夏カンカン照りで車当たると、車が赤外線照射されてみたいに、みんなきれいになる。それで、もちろん PM2.5 は全く発生しないし、排気ガスも発生してもすぐ消えるという、こういうこと、それから直射光線に当たっても赤く痛く日焼けすることはないんです。で、一頃は沖縄のもう海岸で救急車に運ばれるというですね、日焼けの現象がたくさんあったんですが、今はそういう現象は全くないんです。だから台風も、これをセットしても8年目になるんですが、台風もだんだん来なくなりましたし、農産物もどんどん良くなって、で、沖縄の、幸福度は2年連続1位というですね、子供たちの学力も、ね、もうこのセットするまでは万年ビリだったんです。これがもう、今、全国トップクラスのところまでたどり着いたん。これはもちろん小学校のレベルですね。中学校は勉強しないとそこは行きませんから、だから沖縄の中学生はあまり勉強しないんで、まだ万年ビリなんですよ。ですからそういうことも含めてですね、この江本さんが提案したこの波動というこのすごさ、奥の深さをですね、これから深掘りをして、まあ、微生物と連動すればもっとすごいということを私は理解していますので、ぜひですね、そのあたりも含めて、この世界中のですね、海が、みんなの思いだけでも、EM を使って一緒に協力すれば、ものすごい加速度的に、環境がきれいになる。で、水がきれいになれば、人間の体も、7、8割は水なんですから、これはきれいになればみんな健康になるというのは当然のことなんですけど、こういう常識的な限界もですね、もう一度再確認をして、この世界、水まつり、全世界水まつりにですね、思いを馳せていければと、こう思っております。まあ、長い話になりましたけど、繰り返しになりますので、この辺りで締めたいと思います。どうもありがとうございました。